皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は日清食品カップヌードルビッグ謎肉祭りです。今年も年に一度の祭りの季節がやってきた。肉盛りジューシー、今年は肉の旨味アップ。1971年9月18日に発売した世界初のカップ麺カップヌードルは、今年で発売49年目を迎えるロングセラーブランドです。2016年から毎年発売しているカップヌードルビッグ謎肉祭りは、謎肉として親しまれているカップヌードルの人気具材味付け豚ミンチを思う存分味わえることから、大変ご好評をいただいています。増量した味付け豚肉で肉の旨味をたっぷりと味わえる一品です。パッケージはお祭り感を演出したにぎやかなデザインで、今年の謎肉祭りを盛り上げます。謎肉ファンにはたまらない至福の一杯を、今年もぜひお楽しみください。商品特徴、麺。カップヌードルならではのしなやかでコシとつるみのある麺。スープ、ペッパーが効いたおなじみのカップヌードルの味わいをベースに、肉の風味をアップさせたスープ。具材、謎肉、味付け豚ミンチ、味付け豚肉、ミンチポーク、ネギ、赤ピーマン。食べてみた感想、スープはおなじみの醤油ベースの和風スープ、肉汁がたっぷり染みて美味しさも倍増です。麺はカップヌードルならではのすすりやすいしなやかな細麺。具材のメインは言わずと知れた謎肉キューブ。通常より大きめに見える上、量もめちゃくちゃ多くて嬉しいですね。これぞお肉感満載の贅沢な一杯。腹ペコさんも満足のビッグサイズです。食欲の秋にぴったりのがっつりタイプのカップヌードルを、年に一度のこの機会にぜひご堪能ください。今年も年に一度の祭りの季節がやってきた。肉盛りジューシー、今年は肉のうまみアップ。本日は日清食品カップヌードルビッグ謎肉祭りを紹介しました。田中エミリでした。